ショックだと思うけど。最後はそばにいてあげたかった。彼はあなたたちなら大丈夫だと思ったのよ。安らかに言ったわ。ありがとう、ララ。誓いは果たされた。これからどうするの？故郷は残ったわ。立て直すけど、大仕事になるわね。谷にはまだ敵がいるし。発見すべきことも残ってる。はい、どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。ライズ・オブ・ザ・トゥームレイダー、前回でですね、まあメインストーリーは、完結ということだったんですけど、まあ先ほどのムービーはですね、クリア後のセーブデータを読み込むと初回流れる、ムービーになるんですが、まあララの冒険はまだまだ終わらないということで、今回からですね、追加 DLC のストーリー、バーバヤーガー魔女の、住処ですね、こちらをやっていきたいと思います。ということで早速その地点まで、移動したいと思います。さあ、ソ連軍の基地までやってきたわけなんですが、何やらトリニティの兵士たちが、騒ぎを起こしているそうなので、早速調査に向かってみましょう。あれだな、濡らすなよ。奴らがなぜブラボーチームの後を追っていたのか知る必要がある。ブラボーチームは標的以外の抵抗には合わなかったようだ。だがさっきの女は見つけ出せ。追ってきた理由を吐かせろ。敵が来てる。誰だ。あ、見つかった。とわらず見つからない。誰かいる？もう安全よ。出てきていいわ。この辺りに潜んでるはず。痕跡があるはずよ。よし。ハズレか。でも隠れるにはちょうどいいわね。あっち。ああ。よいしょ。わあ、プラプラしてらっしゃる。よいしょ。このロッカーのどれかね。あれかな。結婚、やつらかしら。動かないで。近づかないで。私はトリニティの手下じゃない。名前はララ。その銃、弾が入ってないじゃない。シリンダーが空っぽよ。どの道激震も行かれてる。怪我してるわ。こんな傷、少し休めば大丈夫。ララだったかしら。私はナディア。実は助けてほしいの。どうすればいい？おじいちゃんが夜中にこっそり村を抜け出したの。呪いの谷に向かったんじゃないかと思う。ババヤーガが住んでるって噂の谷を。おじいちゃんの後を追ってたら奴らに襲われてしまったの。おばあちゃんは私が生まれる前に魔女に殺されたらしいわ。おじいちゃんはいつも仇を討ちたいと言っていたけれど、まさか本気だったなんて。時間がない。おじいちゃんを探さなきゃいけないのに。この傷じゃ一人で行けないわ。ババヤが魔女の住みか。あっちの方に痕跡がないか探してみる。ありがとう。東の洞窟を抜ければ谷へ行けるわ。なるほど。じゃあ早速行ってみますか。
この洞窟だな。こっちか。あなたが倒した侵略者の無線を見つけたわ。聞こえる？バッチリよ。傷の手当をする間、奴らの通信を聞いておく。役立ちそうな情報があったら教えるわね。呪いの谷について他に何か知ってることはある？みんな長い間あの場所は避けてるわ。ソビエト軍が来た時、谷に基地を作ろうとしたらしいけど、バーバヤーグが怒って、そこにいた人間を錯乱状態に陥れたって。おじいちゃんの話だと、彼女の住んでる家には鳥の足がついていて、家が歩くんだって。それ信じてるの？それ信じてるの？鳥の足がついた家って？おじいちゃんが言ってたもの。おじいちゃんがグラグにいる間に、おばあちゃんはソ連軍に谷へ連れて行かれて、遺跡調査を手伝っていたらしいわ。そして魔女に殺されたの。でも魔女ってロシアの民話に出てくるような。ちょっと信じられない。とにかく気をつけて。谷には何かがいて、良くないことを企んでる。ダラ、これ聞いてみて。気になる通信があったの。監視班出るぞ。何かが起きてるのは間違いないわね。真実を解き明かしてみせるわ。はっ、動く家。ハウルか。ハウルの動く城みたいな話になってた。よっ、こっちか。おお、こっちに行けるようになってますね。よいしょ。おお、よし。さあ未知のエリアへ。ここが呪いの谷ってところか。大丈夫かな、これ届くかな。はっ、よし、届く。小さなキャンプの跡がある。おじいちゃんはそこまでは行けたみたいね。もうすぐ谷の入り口よ。おじいちゃんここ飛んだのかな。あ、いや、おじいちゃんが多分通った後に崩れたんだろうな。あの距離飛べるおじいちゃんとかスペック高いだろう。あ、危ね。よいしょ。およっ。よし。なんだか。ナディア、呪いの谷らしきものを見つけたわ。ここにも何かいる。バーバヤーナかはわからないけど。気をつけて。そこからは魔女の土地よ。特に何もないか。ん？何か落ちてる。わしの孫娘。おじいちゃんの日記か。どっちに行けばいいんだ。こっちか、これか。先住民のこっちだな。ん、なんだこれ。うわ、何かの花粉みたいなものが漂って花が。いやー、なんて、なんて、よく聞こえないわ。何か変。
頭がクラクラする。それってまさか、いや、あれは。タコで思います。すむんだ。なんだ。うわあ、あ、骸骨が。幻よ。現実じゃない。うわ、めっちゃ見てらっしゃる。ちょっとホラーテイストな感じになってきたぞ。ちょっと、うわあ。とにかく進まなきゃ。何もう、そういうのはダメだって。ララ、ララ。パパ、そんなありえない。いや、待って。怖い。待って、ここどこ？この道どこまで続いてるの？おいで。いや、パパじゃない。幻だわ。なになになに？パパ、お願い、やめて。うわあ！まずいわ。ここから逃げないと。ああ、ああ、もうどこどこどこに行けばいいのこれ。全ての神話の裏には真実が隠されている。ガチでびっくりした。ここから出して、お願い。いや、マジで出してください。何？え？しっかり、しっかりしなきゃ。なに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 。こんなことをするの、やめて、やめてってば。私にとって、私にとって、私にとって。ああ、いつか、やめて、いつか、いつか。あ、うわ。誰なのよ。確かめに来な。ちょっと待って、もう勝てる気がしないんだけど。何、何ここ。あ、動いてる。ありえない、あれはただの民話よ。そういるんだ。ごめんなさい。だが戻ることはできない。あなたはそこで朽ち果てるのよ。なるほど、あれがハウルの動く城か。初めて見た。そっか、実在したんだ。ダグナッパゴッパゴッ。あああああ、なになになに。うわあ、ちょ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 、なになに。ああ、すぐにアンコア。は、なになに、どうすんの、どうすんのこれ。ちょ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 、え、ああ、なんか来てる。リロード。なんだ、あんまし強くないけど。あー、めっちゃいる。ちょ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 、やめて、やめてやめてやめて。あ、いた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 。うわー、なんか腐ってる。いた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 。あ、いた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 。ちょっと多勢に無勢すぎないか。過剰症旗。過剰症旗。ありえない、そんな。ああ、ええ、ハークリーだ。社長さ、お父さんが待ってるよ。幻は。ああ、よかった、戻ってきた。聞こえてるの？ええ、大丈夫よ、多分。一体どうしたの？咳込み始めたと思ったら花粉がどうとか言い出して、それっきり魔女に殺されたかと思ったわ。幻を見ていたみたい。幻であることを願うわ。幻？確かに他人には幻覚を誘発する花はあるみたいだけど、効果はかなり弱いはずよ。
人ララも。ここがどこだかわかる？ダクトやパイプがあちこちにあるわ。見たことはソ連製ね。ソ連軍が遺跡調査のために建てた基地に違いないわ。おばあちゃんは研究者だったから、奴らの調査を手伝うためそこに連れて行かれた。おじいちゃんが見た最後の姿よ。何週間か後にソ連の将校が一人だけボロボロの姿で戻ってきて、魔女に操られたって言ってたそうよ。幻覚を誘発する花か。きっとララも重度の花粉症なんだろうな。花粉症には辛い季節だよな。ほんとなんかあるな。よいしょ。なんか一度誰かが最近ここに来てる。遺跡のてっぺんにあんなもの作って。あんなもの？即席の蒸留所ね。この匂いはあの花。花粉を生成して武器として利用してるのよ。やっぱり魔術なんかじゃないわ。ナディア、相手は人間。ただ相当賢いわね。もし相手が人間ならあなたと同じように花粉の影響を受けるでしょう。防ぐ手段があるのなら私たちにも使えるはず。違うか。回らない。何か壊す方法があるはずよ。これを使うんだろうけど。今だ。よし。また物騒な雰囲気が漂ってんな。グラグにいる娘とイワンから引き離され、この奇妙な谷に連れてこられてから数週間が経った。私に与えられた課題は空気中に漂う花粉の異常な作用の中和方法を見つけることだった。やっとのことでこれぞと思える調合法が見つかった。その植物の鞘からの抽出物、その花を食べ毒素を代謝する動物の肝臓、そしてペノチア人誘導体。不安が残るのは最後の原料だ。グラグにはこれが大量にある。殺虫剤として使われているのだが、私の研究してきた他の化合物と化学的類似性がある。精神安定剤と似た作用が起こってもおかしくはないが、毒性を持つ恐れもある。今夜調合して自分に試してみるつもりだ。なんかフラグが立ってる。何かの調合法ね。連行された人が書いた花粉の効果を中和する薬。きっとおばあちゃんだわ。魔女に殺されてもおじいちゃんを救おうとしてるのよ。おじいちゃんもそう言ってた。ナディア、いくらなんでも私たちが最初に会ったソ連軍の施設に戻ってきて、その薬はあなたにも必要よ。お、戻ってきた。あー、なるほど。さっきの言葉では説明できない。私はナディアの祖父を探して呪いの谷に入ったが、命からがら逃げ出した。まるで童話のようだった。でも割れてくすんだ鏡越しの世界のようにはっきりしない。それにパパ、頭では気のせいだと分かっているのに、銃声が耳の中で響き続けている。あそこでは何か恐ろしいことが起きている。魔法だとは思わないけれど、何か異常なものだ。この背景に何があるのか突き止めよう。でもまずは意識を保てる方法を探さなければ。はい、というわけで、時間もちょうどいいので、この辺りで動画の方は一旦終了にしたいと思います。さあ、バーバヤーが一体何があるのかっていうお客さんが来たな。はい、すみません。動画の方はここで一旦終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた。